お世話になっております、マサルです。今回は HTTP の基礎について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず HTTP とは何か、概要をお話しします。その後に HTTP の流れを見ていきましょう。最後にメソッドとステータスコードについて少しだけお話をさせていただいて動画を終えたいと思います。それでは始めていきましょう。HTTP ハイパーテキストトランスファープロトコルは、ウェブサーバーとウェブブラウザの間で HTML、ウェブページを記述するための言語の情報をやり取りするためのプロトコルです。これまではトランスポート層に TCP を使う HTTP2 が主流だったのですが、2022年にはトランスポート層に UDP を利用する最新規格 HTTP3 が標準化されています。HTTP2 と HTTP3 の違い、しっかり覚えておきましょう。それでは HTTP の基本的な流れを見ていきましょう。 HTTP の大きな流れとして、クライアントがウェブサーバーに対してリクエストメッセージを送ります。リクエストに対してサーバーはレスポンスメッセージを応答する。これが基本的な流れです。もう少し細かく説明していきます。クライアントのリクエストメッセージにはいくつかの種類があります。例えばクライアントが get というメソッドを使ってリクエストを送り、欲しいファイルを指定します。それに対してサーバーは要求されたファイルの情報を応答します。その時に200というステータスコードを含むことでリクエストが成功していることを知らせます。このようにメソッドやステータスコードを使って HTTP は通信をしています。ここで代表的なメソッドとステータスコードを理解しておきましょう。まずクライアントがリクエストを送るときに利用する主なメソッドを紹介します。 get メソッドは主にサーバー上のファイルなどのデータをダウンロードするときに利用します。クライアントは URL の一部にデータを入れてリクエストを送ります。 post メソッドの場合はデータをアップロードするために利用するメソッドです。主に掲示板への情報を投稿するときなどに利用されます。ポストメソッドの場合は送りたいデータをボディー部に入れてリクエストを送ります。次にコネクトメソッドです。コネクトメソッドは主にプロキシサーバーを利用して TLS、SSL 通信を行う際に利用します。コネクトメソッドを使うことによってプロキシサーバーはデータをそのまま通すトンネルのような動作をします。次はレスポンスに用いられるステータスコードを見ていきましょう。ステータスコードは200番台がリクエスト成功を意味します。300番台がリダイレクトを意味します。400番台はクライアントエラー、500番台がサーバーエラーです。ステータスコードも何番台がどういう意味なのか覚えておくと良いですね。それでは今回は HTTP の基礎を一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。皆さんのおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日全国書店にて発売します。通信販売、電子書籍での販売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。HTTPS のステータスコードのうち、指定されたファイルが見つからない場合の Not Found のステータスコードはいくつでしょうか？少し考えてみてください。Not Found は404ですね。ちなみにこの404にはちょっとした都市伝説があります。この404は部屋番号を意味しており、その部屋に世界初のウェブサーバーが置かれて、 www の開発者がその部屋にオフィスを構えたが、その開発者はしょっちゅう行方がわからなくなったみたいな都市伝説ですね。しかしこれらは本当に都市伝説です。本当はプログラマーの気分で404に決まったそうです。できるだけ少ない情報量でエラーを表すために404というコードが not found に指定されたそうです。こういう都市伝説も知っておくと楽しく勉強できそうですよね。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。